クレーベスルーして茶島、茶島クレーベ、クレーベのミドルシュート、ーすごい素晴らしいシュートが来ました。千葉同点、ものすごいシュートです。クレーベが裏に行けようというところ、そして茶島、悩む中に入ってくる、クレーベのシュート決まった。茶島のクロスからクレーベ、ジェフ先制です。いいボールでしたね、展開になりましたけども、はい、ここで本当にいいクロスですし、まあ、ディフェンスの前でしっかり、そしてパスが出る、クレーベ、今度はどうか、決まった、クレーベ、リングシュートは3本止められましたが、最後は足で決めてきました。ここね、福岡はもう本当にこう中盤が人いないんですよ、もうみんな前がかりになってるんで、はい、そこをうまく熊谷が、ね、使って、船山に。長いボールセカンド、ここは亀田が回収、そして船山です。下平上がってきて、下平のクロス、クレーベが行く、シュート、決まった、クレーベ、アウェー千葉がクレーベのゴールで先制。この直前に増谷選手が、ね、クリアしたやつを拾えなくて、でそのままオーバーラップされてるんですよね。それに対してやはり前回対戦でもね、はい、新井選手に出場しましたからね、はい、チャンスですね。クレーベ、クレーベのシュート、決めた、2点目、千葉追加点。早かったですね、この琉球の選手の対応がちょっと迷う、はい、やっぱりゴールが取るとすごい楽になりますからね、チームが、鹿児島はセットプレーからの失点が16点、今シーズン、ここで決めた、クレーベのヘディングシュート、先制はジェフユナイテッド千葉。から猛然とダッシュしてきましたクレーベ、クレーベ選手一人だけ少しちょっと後ろにポジションを取ってるなと思ったんですけども、はい、うまくかわした小島、上げていくクレーベ、ヘッド、追加点が入った、クレーベのヘッド、早い時間で追加点が取れました、今日の千葉です。まず米倉選手、これ股抜き冷静でしたよね、だからこのボールは素晴らしかった、数字が多くなります。船山今度は左を使います、収まって下平が来ます、亀田運ぶ、下平ダイレクト、中でクレーベー、一発仕留めた千葉同点。これからサイドを変えてから、はい、まず左サイドで数的優位作りましたよね。でこれワンタッチでクロス上げて、ちょっとマイナス気味でしたけど、高さ生かした非常にこう強い、そして下平、新井も中にいます、どこに合わせる、中央、クレーベ、決まった、2点目、倒れ込みながら足でねじ込んでいきました、千葉がリードを広げます。81分、クレーベ3試合ぶり、今シーズン16得点目、クレーベ選手の強さですよね、もう黒木選手がこれタイトについてる、米倉です、スペースで出します、アランピニエイロのクロスボール、ヘディングシュート、同点、クレーベ、クレーベの高さが行きました、ここもそうですね、1対1の同点、はい、ね、最初の取り方も良かったですし、中を見ながら
まあ、ここも少し高さを生かすような少しアバウト。